氷室和也です。ロマン、それは夢や冒険へ強い憧れを持つこと。気候、旅の行程をたどるように、経験体験を記すこと。そう、それがこの番組ロマン気候です。改めまして、氷室和也と申します。よろしくお願いいたします。さあ、12月23日ということですが、もう明日はクリスマスイブ、そしてクリスマス25日とやってまいります。これが終わるとね、もう年末ですよ。紅白歌合戦大晦日ということで新年を迎える。こっからが早いですね。まあ今年1年も2023年、来年は辰年2024年になりますが、まあ振り返ってみて今年をね、そんな回に今週はねやっていきたいなと思っております。さあ、まず先週から振り返ってまいりましょう。先週のメッセージいただいております。お疲れ様でした。思わず本音と思わせるような相川さんとお酒マジの楽しい忘年会でしたね。これからも和也くんの様々な発信楽しみに待ってますよ、ということで、先週はねゲスト相川雅史さんに参加いただきました。和也さん、お疲れ様です。お疲れ様です。今日も配信ありがとうございます。楽しみに待っていました。今日は相川さんとプチ忘年会の楽しい会話ありがとうございました。年末にかけ忙しい日が続きますね。体調ご自愛ください。和也さんの歌に毎日癒されています。応援していますよ。おお、ありがとうございます。寒波がやってきてますね。寒い日が続きます。北の方はね、もう雪が降っているということで、もう大雪のところも多いみたいですけども、車の運転気をつけてください。毎回楽しいトークありがとうございます。相川雅史さんって、これなんて言うんだろう、白夜でいいのかな、白夜にさよなら歌ってた方ですよね。レコード持ってます。いや、多分ですね、違うんじゃないかな。相川は今調べて、守さんっていうのこれでも相川さんって、僕もすみません存じ上げなかったんですが、守雅史違いですね。はい、毎回好きなもの言ってくれてますね。ああ、そうか。私これでも写真専門学校、おーすごいじゃない、出ていて撮るのは大好き。でも、満足なカメラ持ってません。和也さん、初心者はどんなカメラを最初に買えばいいかレクチャーしてください、お願いいたします、ということですが、そうなんですよね、カメラマンの方って意外とカメラ持ってなかったりして、で撮るときはレンタルされたりとか、まあ、レンズの幅も多いですし、その何を撮るかによってカメラのレンズも違ってくるということで、で、まあ、機種がねどんどんこう入れ替わるっていうのがあるので、あまりこうカメラを自分のものを購入して更新していくっていうカメラマンの方は少ないんじゃないかなっていう、なんとなくね僕の印象は ありますね。まあ、もちろん購入して車みたいにねこう、新しく買い替えていくっていう方もいらっしゃるかと思いますし、まあコルトね、レンズも高いですからね。初心者にはどんなカメラを最初に買えばいいかレクチャー。ああ、そうですね、カメラは何を撮るかによって使い分けるので、初心者の方は今僕が購入したコンデジと言われるコンパクトデジタルカメラが一番おすすめかなと思います。今かなり性能も高くて、美肌効果、ただこう録画とかね、シャッターを押すだけで肌が綺麗になる、AI 機能だったりとか、あとまあ瞳に目に合わせながら、こうピント合わせる機能だったりとか、まあいろいろあります。それがだから一番オートで綺麗に撮れる、そして軽くて、綺麗な映像を撮れるというのはやっぱりコンパクトデジタルカメラ、初心者では一番いいのかなと。まあレンズの付け替えもないですし、いいのかなと思いますね。ちょっとコンデジでネットで調べてみてはいかがでしょうか。では、今週はですね、関西行ってまいりました。神戸流行り歌ライブ、また淡路島、姫路と、この3カ所行ってまいりました。そのロマン気候トークをですね、
収録したものを聴いていただきたいと思います。その前にこの曲からお聴きください。日村和也でアカシアバンカです。アカシアの花言葉、それは秘密の愛。白い花影揺れる街、探しに来たよ思い出連れて。アカシア咲くたびお前を思う、振り向かないで昔の夢を、切ないこの絵がまた追いかける。寄せ泣いた。アカシア咲くたび切なく思う、青い夕暮れ別れの街で、今でも一人泣いて和也のロマン飛行。さあ、今週はですね、関西方面にやってまいりました。そうです、神戸にやってまいりました。久しぶりに関西といえばこの方に出演いただきます。さんちゃんです。おはようございます。おはようございます。
久方ぶりのサンちゃんでーす。めちゃくちゃ久しぶりだし声全然違うし、いや本当に久しぶりですよね。あれなんで関東の、いや本当に困っちゃうよな。それなんか六本木の引きずってる感が六本木にいたのに引きずってるな。いやいや本当に久しぶりで、もう本当に嬉しいです。もう出たくて出たくてもうたまらなかったんですけども、サンちゃんサンちゃんが出演いただいてますけど、でももう一人います。兄ちゃんもいますよ。こんにちは、兄ちゃんです。こっちな、ありがとう。こです。もう久しぶりの3人で。いや、本当にありがたいです。嬉しいです。今日はですね、はい、神戸に来ておりまして、はい、神戸流行り歌ライブ、はい、流行歌とかで流行り歌ライブに、ね、はい、僕気がつけば、はい、去年デビューしてから3回目。ありがとうございます。気がつくと三つ星、多分今までで一番出演回数多いこのね1年半の中で3回というのは僕だけだったんじゃないですかね。しかも今日は男性軍1人という、あれ女性に囲まれた両手に花どころじゃないですね。あー、何ですか、羨ましかったみたいな。氷室君は腹の下ベローンと伸びてましたねそうですねいやでも本当になんか背中見ろ見ろ言われてましたねそれはあの山口ひろみさんのねネタでやってましたけど、でも本当になんか3回目だからこそできた、はい、なんていうかな、砕ける部分もあったし。そうですよね。で今回あのホリデージャパンが2回あったんですよ、うん、前はその3回のうち2回はホリデージャパンだけの、 あの歌謡祭だったんですけど、今回はあのホリデージャパンから僕だけだったんですよ。だからあの先鋭中の先鋭いいんですかそんなこと言って。いや、いいじゃないですか。ありがとうございます。ぜひ本当にサチャすごい、だからすごいすごいすごい錦鯉ノリノリですね。ノリノリ関西ノリノリですね。さすがですね。錦鯉ですよ。いいとこだね。ちょっと俺今言おうと思ったけど、錦鯉なんて言うんだっけ、あの挨拶みたいな。元気ですかじゃない。それ言いなきゃ。こんにちは。こんにちは。じゃそう、それ言いたかった。俺なんだっけあれの人、なんつうの。こんにちは。それ言いたかったんだけど。本当ね。それぐらい、もう本当ね、あの今日だから、じゃこんなこと言っていいのかな、なんかこうホリデージャパンじゃない部分の人たちとご一緒できたのは新鮮だし、ね、正直楽しかったんですよ。だからなんか女性軍の中で男性軍が一人、そうですね、っていうのもなんかこう意味のあるというか、新鮮というか、狙ったんですよね。ね、いや目立ってたんじゃないですか目立ちますよ、ね、逆に腹があるというか、ね、男性陣大戦軍の中に女性がポツっているの、それの逆バージョン。そうですね、ね、うん、求めていただいてたのかどうか分かんない。いや良かったと思いますよ。まあ、でも色はね全く違うし、ね、うん、またはるばる遠くからね、ここの東西から来ていただいて、そう、あの山本さんが2人いらっしゃって、はい、で山本和江さんと僕 と、山口ひろみさんがメイン の、 そのイベンターとして、はい、山本さんがもう一人いらっしゃったんですよ、うん、美和さんって、ね、はい、この方があの宮崎から、うん、ねえ、どういうところから、本当にびっくりしましたね、うん、でそういう形であの行ったイベントだったので、まあいろいろいろんな色がその女性3名に囲まれながら、はい、美女ね3名に囲まれながら、春の下ベローン長くしていや、いや本当にお届けさせていただいて、まあ、緊張感というよりも、で山口ひろみさんって僕あの先月そうですよね、 YouTube でもはいはい、そうです、ご一緒してましたし、僕結構仲良くて、素敵な方ですよね、まあ、プライベートでもいろいろお会いしてた方なんで、ねね、なんかちょっとなんか僕若干生意気だったかもしれないけど先輩ではありながらいろいろツッコミさせて自分で自覚がある、いやありますよそれは
なんかあの親近感持てるというか、そうですね、すごく素でいけるというか、まあ山口さんも関西出身の方なんでね、大阪出身ですからね、サン、ねねええうんま、ちゃんと一緒です。あ、サンちゃんですよ。サンちゃんも元気ですよ、ね、なんかね、冒頭でね、格好つけてなんか、ね、ちょっと関東っぽいなんか、ね、雰囲気出しちゃうよな。あんまり向こうの人困っちゃうなってあんまり言わない。言わない言わない言わない。なんて言うの。兄ちゃんなんて言うんですか。兄ちゃん的には、ええ、まあそういうのありだよねみたいなんですかね。ダッサ。ダッサ。ありだよね。やっぱね、ちょっとずれてるんだ ね。いや、ちょっとどころがかなりだいぶずれてるんですね。兄ちゃんはいじらないでください。わかるよ、わかる。兄ちゃんはいじらない。めっちゃずれてるのはわかりますよ、それは。いや、でも本当良かったですよ、今日は。終わってね、ね、そ の、 あのハーバーハーバーハーバーランドランドを、はい、行って、はい、ちょっと僕も最近 Vlog してて、はい、撮影したいなと思って、まあ、近かったんで、まあ、車でも5分ぐらいの場所で、ちょっと海辺のところでね、素敵ですね。いや素敵ですよ。おじさんが3人で、はい、やろうばっかりで、やろうで、年齢バレちゃうじゃん。なんでなんか写真撮りながら映像撮りながらやってましたけどね。まあこれ実現できるかわかんないけど、Vlog ちゃんと撮りながらやってたので、おじさんは出さないけど、なぜかそんな。感じの映像を撮りながらね、やっていきましたので、ね、よかったです、はい、ぜひ楽しみにしていただける。でも今回ね、はい、さんちゃんが、はい、本当に1ヶ月、うん、だからあのクラブヒムのね、うんうんうん、あの六本木の あ、 です、ね、あれ以来ですよね、あれ以来ね、で参加いただけたんで本当に嬉しく思います。ありがとうございます。ありがとうございます。またとんでもないです。関西方面に来たら、はい、さんちゃん必ず出演いただけますので、はい、関西方面ということは、はい、もう関西はサンちゃんっていうことになってしまいますよね。そうですね。だから、あんまり関西やめてくださいよ、その関東弁。関東弁あの、あ、ちょっと待って、なんか、じゃあ最後、関東弁で締めましょうかね。はい。じゃあね、ありがとうみたいな、なんかそういう、なんか、ちょっとかっこいい、キムタク的な、キムタク的な、なんかちょっとそういう締め方してもらって。じゃあね、とか。あ、じゃあいいや、あの、曲、リクエスト。はい。僕のアルバムの中の聴きたい曲、はい、じゃあリクエストでちょっと関東弁っぽく、はい、ちょっとかっこよく。兄ちゃんよろしくお願いします。はい、せっかく来た 関西ですね。はい、もうまた日もう和也、ちょっと待ってください。はい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 、せっかく神戸に来たんで、はいはい、あ、神戸来たクラブ、あ、カモン涼が出てきますよね。じゃあ神戸来たクラブかっこよく、はい、兄ちゃん、はい、関東弁でよろしくお願いします。関東弁でいいですか。はい、関東だけじゃないですよ。あ、じゃあ参ります。じゃあすいません。はい。それでは聞いてください。氷室和也で神戸北倉。忍び合う夜の道、傘を恨むその目が切なよ。子供みたいに我がクラブ、君は人妻、ああ、人の妻、離れたくない花出ない同じ思いの影
トカゲ、いっそあなたの腕の中死にたいと、ルージュがささやく神戸北クラブ、君は人妻、ああ人の妻。氷室和也のロマン紀行。さあ神戸最終日なんですけど、まあ今日は本当に神戸、北クラブじゃないですけど、神戸の、ハエウタライブを終えたところでございまして、はいはい、ラーメンの有名なね、そうですよね、神戸さんちゃん何でしたっけ、はい、モッコスラーメン、モッコスラーメン、モッコスこれねずっと行きたいと思ったんですけど、いや本当本当にうまいんですよこれが。残念ながら時間がね間に合わなくて、ね、そうなんですよ、行けなかったんですよね。でもこのモッコスも本店に行かなくちゃダメなんです。なんだ、そうなんですか、はい、モッコス本店、モッコス総本店ね、はい、ここは本当に美味しいんですよ。何系なんですかそれ、ま、豚骨醤油と言いますかね、豚骨醤油、はい、まあ実は、はい、カモン亮さんも、お、私がお連れいたしました。はい、カモンさんはやっぱり豚骨醤油好きで、そうですね、そういうのも、はい、よく一緒に来ました。じゃあ美味しかったと、うまいです、はい、もう一軒あるんですけども、はい、まあナンバーワンはモッコス、うん、サンちゃん的にはモッコスですね。モッコス行きたかったな、はい、もうその2番手に太郎が出てきますかね。神戸でラーメン食べるんだったらモッコスが太郎ってことですか。はい、でも悲しいからどちらも時間が足りなくてその期待が上がってるのに食べられなかった、はい、食べられない、本当に美味しいです、モッコス太郎も、はい、モッコス太郎、モッコス太郎行けなくなってるわ。カモンさん的にも、はい、まあサンちゃんもそうなんですけども、はい、やっぱり麺類好きだったんで、はい、はい、そっか、じゃあ次はもう神戸来たらモッコス太郎で覚えていただければ、はいはい、皆様からちょっとその美味しいラーメン屋さんの、ね、そうですよね、リクエストっていうかね、お話ご意見お待ちしておりますので、はい、X もしくは、LINE で、メッセージいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。氷室和也のロマン紀行、リスナーの皆様と楽しめるエンターテインメントな番組にしていきたいと思っています。これからもぜひ聞いてくださいね。さあ本日スケジュール初出しイベントでございます。ライブステスペースアダスタム、鹿陽子さんと氷室和也スペシャルジョイントライブを行いたいと思います。アダスタムというね、こちら大阪になります。2024年2月18日ニュー大阪ホテル心斎橋1階にありますライブスペースアダスタムというライブハウス、ライブハウスというか、まあ、ホテルなんですよね。食事ワンドリンク付きで料金は8000円となっております。会場は17時半、開演は18時からです。ぜひこの鹿さんとは、まあ、ディナーショーとかでね、KKR ホテルさんでご一緒させていただいたりとかありましたけど、2人でやるの初めてなんで、ちょっと僕もどんな、ショーになるか構成になるかっていうのもすごく楽しみにしながらですね、今考えております。2月の18日です。皆さんスケジュールを開けておいてください。よろしくお願いします。はい、スケジュールは以上です。さあ、今週ですね、好きなものを一つ、はい、今まで言ってなかったですね、最近はですねお肉がハマってます。お肉、まさに明日からクリスマスイブ、昔は日没から日没までということで一日の始まりを表してた時期がありましたということで、24日の日没からクリスマスがスタート、そして25日の日没までというのが、習わしとなっているということなんで、24日も夜は素敵な
明日夜は奇跡な夜にしていただきたいなと思っております。お肉ね、チキン、まあ何でもいいですけど、肉はもう全般何でも好きなので、僕もクリスマスは肉を食したいなとあとお酒もウイスキーもですね、美味しいウイスキーをいただきたいなと思っております。皆さんも素敵な聖夜をお過ごしください。ここまでの相手は氷室和也でした。また来週がラストラジオになりますかね。お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。愛しい人よ Remember さよなら言えず Remember 抱きしめ合えば Remember 切ないよ愛のぬくもりこの吐息忘れたくない忘れない後ろ姿の幸せばかりお前の声が追いかける二人で暮らしたこの部屋の壁の傷さえ泣いているような悲しい嘘には慣れてると俺の背中に残る爪痕夜明けのブルース淡雪の恋 Remember このままいっそ Remember 二人遠くへ Remember 行きたいよ言ったお前の切なさが今でも残るこの胸深く忍び泣いてる二人の夢を切ない声が追いかける面影追いかけこの部屋の愛の抜け殻抱きしめ泣いて悲しい夢には慣れてると背中合わせの